佐渡島小木町、矢島、京都のたらい船、佐渡島小木港のたらい船、たらい船は、たらいを船の代わりに用いたもの。新潟県佐渡島の小木海岸では、主に沿岸漁業用に使用され、観光にも利用される。このたらい船が考案され、実用化されたのは、江戸時代明治時代にかけてと言われるが、景気は、佐渡小木地震に伴う、海面の隆起とそれによる地形の複雑化である。 この地震により、小木海岸線一帯は無数の岩礁と小さな入り江が誕生した。岩礁や入り江が多くなった海岸では、アワビやサザエなどの海類やワカメなどの海藻が豊富な漁場となった一方で、従来の船では量に適さなくなった。そのため、小回りと安定性を求める船が必要となった結果、洗濯桶を改良したたらい船が考案された。このタライ船は5 0 0ラムまで耐え、 貝一本で相打可能である。素材は水分を含むと膨張し、耐水性の高い杉材から作られ、田川、は竹で縛っている。かつては、おけ職人も多く存在し、老朽化した船は、再度新しいものに更新していたが、近年は、職人の減少に伴い、保存性向上のために、FRP 加工を施している。 このたらい船は2016年現在でも磯材での漁に使われている。一人の漁師が乗り込み、箱メガネで水中を覗き込みながら、ヤス、ケイカギ、カマといった道具で魚介を採取するというものであり、主にワカメ、サザエ、アワビなどを採取する。たらい船にエンジンを取り付けたものも使われている。しかし、このたらい船を使った磯ネギ漁師は年々高齢化が進行し、 後継者が少なくなっている。一方で観光客を乗せるためのたらい船があり、それは漁業用より一回り大きい作りになっている。この観光用のたらい船は全国版時刻表に運行案内が掲載されている。時刻表に掲載されている最小の乗り物である。佐賀県神崎市千代田町では、掘割の水面に浮いた菱の実の摘み取りに、 ハンギーと呼ばれるタライ船は用いられる。岐阜県大垣市には観光川下り用のタライ船がある。関ヶ原の戦いの際に、石田三成の家臣、山田作興読みの娘オアムが、タライに乗って落城する大垣城から逃げ延びたというオアム物語に見られる逸話にちなむ。新潟県佐渡市や岐阜県大垣市以外にも、祭りなどでタライ船を体験できる場所は全国に、 数カ所存在する。福島県郡山市では、毎年7月下旬の湖祭りで、たらい船体験のイベントが行われる。また、和歌山県岩出市では、田舎暮らし体験の一環として、農家で実際に使用されて、たらい船を自分で漕いで操作するイベントが7月に行われている。工事園岩波書店、1998年。 たらい船とは引く言葉んくたらい船力や観光機船、え、たらい船って今も現役なんですか。デイリーポータル Z2017 年7月31日、閲覧。神崎市場、原川半芸祭り、半芸とは農林水産省、掘り割でのひしみとり水の戸をおがき船下り、たらい船をおがき。 西見の観光ポータル、ツイート旅を編む物語とは引く言葉の区36、を編む物語歴史と物語、国立公文書館財団からのお知らせ、公益財団法人大垣市文化事業団、たらい船で川下りができるのは水野と大垣だけ。葉桜のトンネルをくぐり抜ければ、気分はリアル一寸防止観光、旅行情報サイト、ぐるたび、 第52回小祭りが開催されます。郡山市観光協会湖祭り、全国見るなび、福島県たらい船、一寸法師の苦労分かった、和歌山、岩で毎日新聞。ありがとうございます。